うわー、やべえな、これ。おはようございます。陽介です。皆さんの配線環境はどんな感じでしょうか？僕の配線環境はとても人に自慢できるようなものではありません。ちょっとね、見せるのは恥ずかしいんですけども、どんな感じになってるのかちょっとご覧ください。で、自分の配線環境なんですけども、今、臭いものには蓋をしろ理論で、こんな感じでね、ネットでこう隠れてるんですよね。配線に関してはですね、今ネット外しましたが、この網でこう支えてるような感じなので、いい感じにはなってるんですよね。で、この配線を網で支えてるからこそ、こいつら、この電源タップの位置がちょっと悪くて、で、ちょっとわかりづらいかもしれないですけども、両面テープを貼ってね、こう天井にぶら下げるような形でこっちもね、やっていたんですけども、やっぱり電源タップの重さが重たくて、だんだんね、剥がれてきちゃって、もうこっちはもうちょっと諦めてるような状況なんですよね。なので、この配線に関してはもう全然大丈夫。この電源タップの行き場所がない、これが僕の配線環境の現状です。一番ダメなところ。というわけで、こんな感じなんですよね。で、この問題を解決すべく、とある商品を今日は紹介したいと思いますので、ご覧ください。それがこちらです。ドン。ロボロビン様より商品の方をご提供いただきました、電源タップホルダーでございます。それでは早速開封していきましょう。こちらの商品ですね、そんなに難しいもんじゃないんですよ。ただ電源タップを挟むだけというね、シンプルな商品になっています。入っているのは説明書と商品ですね。説明書って言ってもですよ、これただ挟むだけだからね。よいしょ。あ、一応、なんかあれなのか、なんか使い方書いてある。ちょっと難しいのかな。やってみましょう。使い方はね、至ってシンプルです。ここのね、レバー、ここをヒュッとこうやってやって、くるくるくるっと回せば、右に回すと閉まりますね、ここが。このクランプ部分の部分が閉まって、左側に回せば緩みますよというところでして、そんな難しい商品ではありません。で、この上の部分ですね。上の部分にこのようにこうやって挟むという感じですね。で、ここが一応360度くるくる回って、こう縦にもこう動くような感じにはなってますね。カチャカチャと。で、後ろ側にこの配線、こういう感じですね。こういうケーブルを挟めるようになってます。ちょっと引きで見てみましょう。あんまりくる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 動かすもんではないと思いますんでね。安定感は若干ないのかな、ここの。触るとすぐくるくる回ってしまいますね。ちょっとね、ここは。こっちは結構硬い。ここはくるくる回る。でも、ぶら下げてるような状況かなので、そんな別に触ることもないと思いますので、多分大丈夫かなっていうところですね。ここは、こっち側に関しては結構柔らかい感じですね。ここは結構しっかりしてる。そんな感じですね。なので、こうすれば、縦にはならないのか。後ろ向きになったりとかする感じですね。できますよと。いうところです。取り付けてみると、ちょっとここに取り付けるわけではないんですけども、机に挟んで、でくるくるくると締めるだけ。めちゃめちゃ楽というか、めちゃくちゃいいじゃん、これ。めっちゃいいよ普通にいいよ。
これで、まあこっちが後ろ側にも向けれると。でここにはケーブルをできると。めっちゃいいじゃん。僕さっき見せましたけど、この天板にね、あの両面テープでペラッてくっつけてただけですからね。いやこれ僕の理想ですこれ。はい。で当たり前ですけど、例えばこのモニターの後ろの方に電源が欲しいなって言えば、この上向きにねこう電源をこうニョキッと生やすこともできるので、めっちゃ便利ですよ本当。僕はねこの机の下用にちょっと使いますけども、これはマジでいいよ本当に。はい、というわけで、こっち側にあった、電源タップをこっち側にね移動させて、今、隣のねこっちの台のとこに引っ掛けて、でここに吊るすような形にしてみました。いい感じですね。いいね、すっきりしました。ここのもともとあったこのね網のとこにねこうポカンと置いてあっただけなので、ちょっとねこのコードの上に電源タップがね乗ってるのが結構自分の中では嫌だったんですよね。なのですごくすっきりして気持ちがいい感じになりましたと。でこっち側に関しては、買います、自分でもう一個。こっちはね提供してもらったんですけども、かなりいい商品なので、こっち側に関しては自分で買って、取り付けたいと思います。いやこれいいですよ本当。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今日はですねロボロビンさんの電源タップホルダー、こちらの方を紹介させていただきました。もちろんですねデスク周りじゃなくても挟める場所があれば使えますので、よかったら試してみてください。こちらの商品は概要欄にリンクの方貼ってありますので、よかったらチェックしてみてください。めちゃくちゃスマートです。便利ですよ。それじゃあ、またねー。